ベルンハルト・ジークフリート・アルビヌス。ベルンハルト・ジークフリート・アルビヌスは、ドイツ生まれのオランダ人の解剖学者、医師。アルビヌスは、彼の父ベルンハルト・アルビヌスが、医学診療の教授をしていた、フランクフルト・アンデア・オーダーで生まれた。1702年に父は、ライデン大学へ、医学教授の座を移し、1709年に12歳の、ベルンハルト・ジークフリートはそこで、ヘルマン・ブールハーフェイヤ、 ニコラウスビドローラ教師によって医学を学び始めた。ライデン大学で医学を治めた後、パリへ行き、そこでセバスチアン・バイアンやジェイコブ・ウィンスローラの下で特に解剖学と植物学に専念した。一年のブランクの後にブールハーフェの推薦で1719年にライデン大学へ解剖学と手術の講師として呼び戻された。 二年後にはこれらの領域の教授の地位で、父の後を継ぎ、短期間でヨーロッパにおける最も著名な解剖学の教授の一人となった。その教室には学生だけでなく多くの開業医も出入りしていた。1745年には、アルビヌスは医学診療の教授に任命され、彼の弟フレデリックが解剖学教授を引き継ぎ、もう一人の弟クリスチャンと共に、 多くの称号を獲得した。アルビヌスは、ライデン大学で日記学長を務め、ライデンで死去した。タブヤリーセレーティーマスキアロラムカーポーリスフーマニ。アルビヌスは、1747年に、ライデンで出版されたほぼ自費制作の記念碑的書籍、タブヤリーセレーティーマスキアロラムカーポーリスフーマニでよく知られている。アルビヌスの図譜の作図と、板国のほぼ、すべては、 ヤンワンダラーによる解剖図の科学的正確性を向上させるためにアルビヌスとワンダラーは画家と標本の間に特定の間隔で四角い枠に紐を張ったネットを置きそのグリッドパターンを用いて像を複製する新しい手法を考案した図版はペトルスキャンパーのような学者によってワンダラーが描き加えた冬代わりな背景などが強く批判されたがアルビヌスは ワンダラーを擁護した。ありがとうございます。